ファラミアは JRR トールキンの中津国を物体とした小説指輪物語の登場人物。英知と勇気を兼ね備えたミナス・ティリスの大将で一つの指輪を捨てる使命を帯びたフロドバギンズを捉えた。父はゴンドールの失勢デネソール。母はドルアームロスのフィンドゥイラス。兄はボロミア。妻にローハンの悲鳴をウィン。息子にエルボロン。孫にバラヒア。 闇の勢力の前に、風前の明かり同然である人間たちの王国、ゴンドールの失声でネソウルの息子。兄は、指輪の誘惑に屈したが、仲間のために準じたボロミア。資料深く詩人の心を持つと評される、物静かな男であるが、同時に、イシリエン地方のノブセリ部隊を率いるなど優れた、選手としての一面、そして指輪の誘惑に講習る強い心をも持つ。 兄ばかりを重んじる父デネソールの命令により、オスギリアスの戦いで重傷を負う。その後、王としてやってきたアラゴルンに、ミナスティリスを明け渡し、自らは、ゴンドールの失聖として、イシリエンに移り住んだ。戦争時、ミナスティリスの両病院で出会った、ロ犯ハンの溶印美名と恋に落ち、妻に迎える。子は、エルボロン。孫に、 アラゴルンとアルウェンの物語を記したとされるバラヒアがいる。ありがとうございます。